しく遊びたいと思います。オオカミさん、白とピンクと茶色の丸、どの色から遊びたい？茶色かな。じゃあこの茶色の丸を使って何ができるかよく見ててね。はい。コロコロくるくるまん丸さん、コロコロくるくる何かな。丸いのが出てきたぞ。お、黒い丸だ。1個、2個。さあ、大きな丸だ。これは何かわかるかな。わかるよ。クマさん、あたりにしゅう。オオカミさん、次はこの白とピンクの丸、どっちにする？ピンクかな。じゃあこのピンクの丸を使って何ができるか見てみようね。はい。コロコロくるくるまん丸さん、コロコロくるくる何かな。今度は何だろう。おや、ピンクの長い丸だな。耳かな。小さな丸、何かな。あ、わかった。これは何でしょう。わかったよ。うさぎ。あたりしゅう。じゃあ狼さん、今度はこのうさぎさんから違う動物に変身するからよく見ててね。変身。コロコロくるくるまんまるさん、コロコロくるくる変身だ。何に変身するのかな。わからないな。いや、耳かな。なんだろうな。あ、これは何でしょう。わかった。これは豚だな。豚さんに変身したね。うん。誰か呼んだ。お豚ちゃん、こんにちは。こんにちは。今オオカミさんと形遊びをして遊んでたんだけど。オオカミ。お豚ちゃん慌てないで。今日はオオカミさん一緒に遊んでくれるから怖くないよ。そうなの？それなら大丈夫だね。僕も入れて。ね、じゃあ小豚さんにはこの青い丸を使っていいものを作るからちょっと待っててね。うん。じゃあ青い丸をまず半分こにします。黒い丸を2つくっつけて、じゃじゃーん。さあこれは何でしょう。わー、車だー。かっこいいなー。いいもの作ってくれてどうもありがとう。じゃあ早速乗ってみるね。どうかな。あ、いい感じ。お天気もいいし、じゃあこのまんまお出かけに行ってきます。バイバーイ。バイバーイ。ほたちゃん、はしゃいでどこに行ったのかな。オオカミさん、今日は形遊び楽しかった。楽しかったよ。じゃあ最後にオオカミさんの好きなものをプレゼントしたいんだけど、何がいいかな。僕はピザがいい。オオカミさん、ピザが好きなんだね。じゃあ今からこの白の丸を使ってピザを作るからちょっと待っててね。わーい。それわー、ピザ。じゃあオオカミさん、どうぞ召し上がれ。いただきます。パッ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 。あー、美味しい。よかった。皆さんもお家でいろいろな形を見つけて遊んでみてくださいね。それじゃあバイバーイ。